皆さんこんにちは、トリコです。今日はアーティストの御嶽さんがなんとグッチバレンシアガコラボの初日の販売の予約が取れたということで、私もお誘いいただいたのでご一緒させていただくことになりました。最初にランチに行くことになりました。グッチ青山店の近くのこのお店になります。では皆さんご覧ください。こちらは南青山にあるクリスクロスという素敵なテラス席があるお店です。テラス席は外国みたいな感じで、中のレストランはラグジュアリーな内装になっています。こちらがこのお店の人気メニューのパンケーキです。まず青山店から見学スタートです。こちらが話題のグッチバレンシアガコラボ商品になります。グッチの方のバッグにバレンシアガのロゴがプリントしてあったり、遊び心があって面白いです。相変わらずグッチのお洋服は美しいです。そして宮下パークに移動しました。宮下パークにはかなりたくさんの種類のコラボ商品がありました。こちらのバッグは受注のみの取り扱いだそうです。全商品可愛かったです。美しいものを見ると楽しい気分になりますね。嶽さん、今回も誘いいただきありがとうございました。今日もご視聴いただきありがとうございました。この Vlog を気に入っていただけましたら、高評価とチャンネル登録いただけますと本当に嬉しいです。これからも東京ライフ Vlog をぜひよろしくお願いいたします。